アンドルー・ボナーロー閣下はイギリスの政治家。1911年にアーサー・バルホアが保守党党首を退任した後、変わって党首となった。第一次世界大戦中に成立した巨国一致内閣で閣僚職を歴任。戦後の1922年に保守党と自由党の大連立が解消されると、ロイド・ジョージに代わって首相に就任したが、 健康状態が芳しくなく、その翌年には辞職。スタンリー・ボールド・ウィンが変わって、首相、保守党党首となった。1858年9月16日、カナダのニューブランズウィック州、レクストンで、ジェームズ・ローとその妻、イライザ・ローの息子として生まれる。父・ジェームズは北、アイルランド・アルスターの長老派協会の牧師だった。グラスゴ高校を卒業後、 グラスゴーの鉄鋼市場の仲買い業者となる。保守党の社交会に出席するようになったが、社交会にあって、社交活動に無頓着で、禁酒主義者であったことが、人々の注目を集め、保守党指導者としての道を開いたという。1905年3月2日の、バニティフェア市に描かれた、ボナーロー1900年に、グラスゴーブラックフライヤーズハッチンソンタウン選挙。 から選出されて保守党の庶民院議員となる1902年から1905年にかけてアーサーバルフォア内閣の商務長政務次官を務めた。ボナーローはジョセフ・チェンバレンの提唱する関税改革論の熱心な支持者だった。1905年に自由党が政権を獲得し、保守党は野党となった。1909年に自由党政権の財務大臣。 ロイド・ジョージが人民予算案を提出した際には、ボナーローはこれを社会主義予算として厳しく求断し、その反対運動を主導した。また1911年4月に提出されたアイルランド自治法案にもアルスターがアイルランド自治に含まれることに強く反対した。同年7月のブレナム宮殿での演説では、アルスターはどこまでも抵抗するだろうが、私はそれに、 いかなる援助も惜しまないと述べ、アルスター義勇軍の武力抵抗運動を支持することを公然と表明している。1911年11月、保守党党首、保守党庶民に任内総務バルフォアが議会法可決などで高まっていた党内の不満を抑えるため役職を辞した。公認の党首は決まっておらず、ウォルター・ロングとオースティン・チェンバレンがその座をめぐって争い、 党所属庶民人間による投票が行われることになったが、結局この二人は、党の分裂を恐れて、共に投票から降りたため、二人に比べて影響力の、劣るボナーローが、満場一致で、党庶民人内総務に選出される事態となった。ただこの時点では、党全体の党首ではなく、貴族院保守党は、ランズダウン公爵によって指導されていた。ボナーロー率いる、 保守党は、アルスター抵抗運動を支持し続け、内乱の危機を煽ることで自由党政府を屈服させようとした。1912年と1913年に提出されたアイルランド自治法をいずれも貴族院から否決させた。自由党政権の首相アスキスは強硬な対抗手段を取らず、ボナーローとの交渉を試みたが、妥協には至らなかった。 しかし1914年7月の第一次世界大戦の開戦でアイルランド自治法案を棚上げすることが自由党政府とボナーローの間で取り決められたことで事態は沈静化した。大戦の勃発のためアスキス首相の求めに応じて戦時中は政党間論争を挑まないことを決定した。 ただしこの段階ではまだ政府と保守党の連合がなったわけではなく、あくまで休戦という消極的な関係に止まった。保守党平議員は、自党の現状を政治的難禁状態と考え、ボナーローの制約に反発した。自由党政府の様々な失策の影響で1915年5月に、その不満は爆発した。限界を感じたボナーローは、 アスキス首相と交渉して自由党と保守党の大連立の挙国一致内閣を成立させた。挙国一致内閣の主導権は自由党が握っており、保守党はそれほど良い閣僚ポストの配分を受けられなかった。党首ボナーローも植民地大臣として入閣したに止まった。その後長平成導入賛成で、ボナーローら保守党と自由党のロイド・ジョージの距離が縮まった。 1916年12月にアスキスとロイド・ジョージが、決裂するとロイド・ジョージを支持し、そのためにアスキスは、総辞職することになった。1916年12月5日に、国王・ジョージ5世より祖格の対面を受けたが、アスキスとロイド・ジョージの支持が必要である旨放道した。しかしアスキスは、ボナーローへの協力も、ロイド・ジョージへの協力も拒否していたため、 結局、対名を廃止することになり、12月7日に、ロイド・ジョージが組閣の対名を受けることになった。ロイド・ジョージ内閣は保守党との大連立を維持しつつ、自由党アスキス派が離反した内閣となった。そのため保守党が優位な内閣となった。ボナーローは、財務大臣、庶民任内総務として入閣し、また、戦時内閣を構成する5人の閣僚の1人となった。 戦後の1918年12月14日に行われた解散総選挙は二大政党の枠組みではなく政府が出した推薦状の有無で争うという異例の選挙となった。1919年には財務大臣から王子証書に転じる。1921年3月には病気のため政府役職、党役職を共に辞した。 1922年のボナーロー・ボナーローの公認の保守党党首にはオースティン・チェンバレンが就任した。彼は保守党内で大連立会商論が高まる中で巨国一致内閣の維持を主張し続けた。しかし、解消機運を抑えきれず、1922年10月19日にはカールトンクラブでスタンリー・ボールドウィンが提案した議案について、 保守党議員の採決で大連立解消が決議されるに至った。この決議は、ボナーローの大連立反対演説に影響を受けていた。これにより、ロイド・ジョージとチェンバレンは揃って、辞職に追いやられた。代わって、ボナーローが保守党党首に選出された。1922年10月23日午後5時30分には、 国王ジョージ五世より組格の対面を受けた。内閣成立直後に解散総選挙を行って安定多数を確保した。しかし有力保守党議員の多くがチェンバレンに従っていたためあまり強力な内閣は作れなかった。首相在任中、ボナーローの体調は悪化を続け、1923年4月末には医師の勧めで航海の旅に出た。 しかし帰国後も体調は回復しなかった。1923年5月に陰頭がんとの診断を受けたため5月20日に首相職を辞することになった。在職わずか7ヶ月の首相であった。退任から間もない1923年10月30日にロンドンで喉ん死去した。ボナーローの肖像が1891年3月24日に 兄ぃピトケアン・ロブレイと結婚し、彼女との間に、以下の七子を設けた。ありがとうございます。